お疲れ様です。かぐやです。今回も龍が如くパートいくつだ、15ぐらいかな、15やっていきたいと思いまーす。で、次錦山と会うっていうことなので、セレナに戻って錦山と会いたいと思います。パッカリ固め、なんや俺。よし、セレナ着きました。錦山がここに、はい、はるかは登場会に狙われてる。ああ、そっか。はるかどっかに隠さんと。サイの河原連れてくの大丈夫？あ、そうなの。行かないよ。行かないの？行くよ。どうしたの、はるかちゃん。急に反抗期入らんで。さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。まあ、いろんなことやってたけど。なんで連れて行ってくれないの？ごめん。私、お母さんに会いたいの。分かってるって。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから。100億は別になくていいよ。おーっと、キリュウさん、ぶん殴った。すまん。すまんじゃないよ。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。うん。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。キリュウさんが声を上げた。今まで一番でかい声じゃねえか。今は俺を信じてくれ。それしか言えない。まあそうよな。だって、あれ、私だって信じたい。水木殺されてるんでしょ。もう私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら。ダメだよ、はるか。お前は一緒に行動すんだよ。おとなしくしなさい。あら。さよなら。さよならじゃないよ。お前一人でどうやって生きていくんだよ。はるか、そっち逆方向じゃねえか？裏口から出たか、お前。はるかを探せ。犬、一緒に行くぞ。キャンキャンじゃねえよ。突然のはるかの反抗期なので、はるか探しに行きまーす。よし。はぁ、伊達さんも一緒に行くの？何？引き込みで、はるかの足取りを追うんだ。オッケー。あ、あいつか。情報屋がいるわ。ヤッホー。青木！やっぱりご無事だったんですね。無事だよ。あれ？でもさっき、例のお嬢ちゃん見かけた。話が早いな、青木。あ、伊達さん、フェードインしてこないで。はい、すぐそこのゲームセンターに行きます。ゲーセン。でもどんな感じ？ええ、あ、まだなんかある。なんか妙に寂しそうっていうか、なあ、うつむいたまま歩いてたんで声かけられなかったんですよ。まあ、声かけたら多分警察に捕まってるよ。あいつはまだ店にいるのか。あ、押してなかった。いや、ちょっとそこまでは。でもオッケー、ありがとう青木。ゲーセン入ろう。はるか、お父さんがお迎え来たよ。カメラがすごいことになってるよ。話すって出てるけど誰？ああ。店員と、客と、虫キング。虫キングじゃない、これメスキングだ。あ、いない。あれ？とりあえず店員話聞いてみるか。おい、女おらんかった？いらっしゃいました。ようこそ、世界。お客様いかがなさいましたか？特に用はない。じゃあ誰かに話聞いてみる。なんか酔っ払った怪しい男が幼い女の子連れてた。へえ、どこで？七福通りの。七福通りの駐車場。危なすぎるだろ、酔っ払い。女連れてくなんて。よし、行くぞ。ねえ、七福通りに行くのってこっちかな？こっちだね。よし、着いたけど大丈夫かな。なんか奥に人が見えたけど大丈夫？こんちゃーす。あ、お前らじゃない。お前だ、お前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 、少女を見なかったか。女見なかった。怖ー、こいつ。酒持ってこい。酔っ払いって
なんで毎回毎回さ、みんな酒持ってこいって言うんだろう。俺そんなに酔っ払ってももっと酒持ってこいとは言わんけどな。小さな女の子を見なかったか。うるせえ。うるせえ、酒だ。酒持ってこい。落とす。どんどん落としてけ。女の子を見なかったか。どうなんだ。めっちゃ怖い。すいません。さっきまでここにいたんですが。スーツの男が急に正座し始めてる。スーツ、あ、やばい、登場会かもしれん。どこかの公園とか、どこかの公園、公園か。あー、踏ん張り石公園。ついたぜ、ついたぜ、ついたぜ。え、なんもない。あ、そっか、どこかの公園だからこっちにいるとは限らないんだ。はい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 。ちょっとタクシーで移動するわ。ここでもない。あ、見るってあるわ。え、じゃあちょっと戻って見るやってみようか、あっちも。見るをやったら多分はるかのなんかあれがあるんじゃないかな。あー、いないんだ。あ、もう一個選択肢出てきた。タクシーで移動しよう。お、進んだ進んだ。てめえか。はるかどこだ。桐生さんに、あ、知られてる、どうも。こちらもお迎えする準備が整ったところです。あ、ありがとうございます。ご案内いたします。その前さ、なんか木落ちてたから拾いたいんだけど、緑のやつで。コインロッカーの鍵多分落ちてて、あそこ取りたい。ここはスターダスト。出すとじゃないか。え、どういうことだ。お入りになればわかりますよ。どういうこと。スターダストは味方として認識してましたけど。え、カズキ、え、なんか、え、うん、どういうこと。お待ちしてました、キリュウさん。誰。ハルカは無事なんだろうな。ハルカ無事だ、よかった、生きてる。ハルカ、くそ、チャーカだ。こっちだって改造モデルが持ってるぞ。別室です。縛るくらい。おい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 、無事ですよ。何者だお前ら。それはやめておきましょう。登場会でしょ、どうせ。お互いのためです。それより待って、やけど前回か前々回なんか警察も話に関わってきたよね。ちょっとお渡し願います。こう、あ、けど紋章のバッジつけてるっていうことはどっかの会員の人なんかな。怖えよ、はるか撃たねんかな。ストップ。おう、そこで止まってください。ちょうど中間、中間でもねえな。こちらに投げてください。ここで選択肢狭まられたら怖い。すまない。ぶん投げてぶっ潰せ一人。伊達さん。え、なんで？で、かっけえ伊達さん、それは。大丈夫、キリさん当たってない。あいつ M 下手。伊達さん、無事か。なんで渡したのを言ったんだよ。はるか、大丈夫か。てめえら、よくもやってくれたな。いっぱい来た。話が違う。伊達さん逃げといてくれ。こいつら俺がやるよ。アーバン読むじゃねえんだよ。シュンと落ちてきた。謎の組織。とりあえずラッシュで行こうかな。起こしまーす。全員謎の男になってる。誰か知らんけど、うぜ、お前からだ。いった、ちゃんと撃たれた。こいつら銃持ってます、おまわりさん。こいつら銃持ってます。あー、起きて、ギリュウさん。なに、お前すげえ回るじゃん。あ、いったーい。ずるいよ、それ。
掴んでる最中に拳銃で撃つとか、それはさすがにズル。1対1しようぜってね、麻酔銃みたいな感じで撃たないで、パッシュンじゃないんだよ。痛い危ねえ。あ、ちゃんと構えて撃ってくんじゃん。オッケー。めっちゃ追っかけてくる。オーラよ。あ、すいません。案外強えぞ。おい、危ねえ。あ、そうだ、そういうヒートアクションがありましたね。オーラや。オーラよ。オッケー。そういや、そうだよ。なんか、火縄銃対策みたいなの受けたわ、講習。よし。いつまでペンダント取ろうとしてんだよ、クソが。お前ら、どこの組織のもんだ。教えろや。極道じゃねえな。極道じゃない。登場会じゃないってこと。のことを知ってる。警察？答えろ。あれじゃない？伊達さんがなんか呼び出された後に入ってきた奴らと関係あるんじゃない？ジンギスカン？ああ、潰された。はるか、大丈夫か？出血の割には傷は浅い。大丈夫だ。心配ないだろう。ならいいけど。おじさん、助けに来てくれたんだね。うん、そらそうよ。ごめんね、私が勝手なことばかりするから。はるか。気にすんな。俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん、水木。ああ、もしかして話したの？もう死んでいたんだ。ああ。すまない。俺は助けることができなかった。ごめん。ごめんな。ああ。子供には厳しいよ、その情報。ゆうや？おう。キリュウさん。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。お、バッジは取れたの。この線から少し探ってみることにする。よろしく、伊達さん。頼む。すまない。こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことは言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。いや、そりゃそう、普通。すおう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ、おお、花よ、嫌われちまったかな。この子をしばらくかくまってほしいんだが。分かったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。おお、場所提供してくれんだ、ありがてえ。体験はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいい。貸し一つだ。ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。どうせ貸し一つだぜとか言うんだろ、知ってるや。俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。そうだよ、明日か錦山。まさかその間でこんなことあるとは思わんかったわ。そうさせてもらうよ。お？何の時間これ。伊達さん。はい。須藤。須藤。セラの殺害現場です。ああ。伊達さんが何か。そうだな。邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。ほう。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。伊達さんって有能だったんだね。あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。ほう。これは忠告ですよ。
先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。監視されてんだ。アジトが使用可能になりました。セーブ保管、セレナと同じだね。はい。キリュウ、まだ錦山と会うまでは時間がある。ハルカもいろいろあって辛かっただろう。気晴らしい。傷は浅い。それにあの子にとっちゃ玉の遊び。俺はここで待ってるから。玉の遊び。傷は大丈夫なのか。ボーリングでも行く。もう全然平気だよ。ならよかった。伊達さんも玉が。はい。キリュウさん、お暇なんですか。まあ暇だよ、モグサ。まあな。じゃあ面白い場所がありますね。中道通りと太平洋が見つかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしにならねえな。鼻が。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと頼。どうしたの？オッケー、はるかちょっと行くよ。ひまわりにいた。オッケー。あら、あら、お兄さん何か聞きたそうな顔してるわね。はい、聞きたそうな顔です。あいつから聞いたのね。もぐさから聞きました。ちょっと待ってなね。入場するには10万分の掛け札を先に買ってもらうけど、いいかしら。はい。はい。じゃあ10万円分の掛け札1000点。いってらっしゃい。何をするんだ。食なん麻雀の点って書いてあった。何の点か見えなかったわ。え？何そのワクワクするやつ。もうちょい裏の方にそれを着ねえ。ちょっと待って、何をもらった。貴重品かな。賭場の点、現在1000点所持。まったく手の込んだものを作るやつが。まあ手込んでるかな。おじさん、私も大事。どこか行きたい。ここだよ。どこかは。あ、ごめん。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいました。何で遊んでいかれますか。おう。勝負。出た。国の藩。藩が奇数。超うのすげえパキパキした目のやつ。子連れかい。社会勉強さ。迷惑か。別に。ただ。ここには子供料金ってありませんぜ。入ります。さあ、はったはった。どっちだろう。ちょ、お前分かってんだ。威勢のいい子だ。すげえな、この年で超班長のあれ分かってんだ。俺知らなかったよ。いや、ここははるかに任せよう。入ります。稼いでくれるかもしれない。これは超。どっちだ。あ、200最大か。じゃあ200で決定。長藩駒揃いました。おお、おい、来たー。オッケー。長藩駒揃いました。8。おお、残念だった。お座りいただきまし。なんで。お客さん。まっくだだだだ。気安く触るな。本当だよ。仕上がる。何やってんだ。一家様サイコロちゃうんか、悪い。邪魔したな。待ちやがれ。何の音。おじさん。おい。うわー。ずいぶん変わったサイコロだな。そんなのあんだ。すげえ。ふざけがって。おい、出てこい。わお。イカ様だ。つまみだぜ。ちゃ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 、お前らがイカ様。お前らがイカ様やった。どういうことだ。飛ばぬ用心棒いっぱいおる。ほらよ、かかってこいや。なんか二人強いやついる。だる。で。一回。オッケー。
あやっぱり体力回復ちゃんと持っとかないとダメだね。ちょっと待った、もう勘弁してくれ。お前らが勝手にやったんだろ。壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いや、そうだよ。それはお客人。はい、お客です。大変失礼いたしました。失礼されました。ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえお詫びの言葉もございません。そんなのが通じると思ってんのか。きっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。何十万何百万くれんの。私は帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。任せるぜ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。いくらくれんだろう。初めて今、あ、謝礼金10万、少ね。はい、もしもーし。そろそろ時間だ。あ、サイの河原、オッケー。じゃあサイの河原行くのでカットです。よーし、着いたのでーす。預ける前で一旦終わろうと思います。というわけで次回、いよいよ錦山との対面でございます。じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。You take me higher, baby.